はい、どうもこんにちは、かくすけです。ちょっと待ってくださいね。よし。お腹が空いてるんですよね、今。でも燃料がないので生を食べるか。ちょっとだけ燃料取りに行くか。怖いな。ナイフも作らないといけませんね。 I'm so hungry sorry。 あれ置いておきましょう、これ。燃料のところにね。ソーリー、これは大丈夫だよね。ここらへんか。1、2、3個で、3個とりあえず取って帰って焼いて。大丈夫かな、食らわないかな。あ、やばい、やばい、音が聞こえる怖い怖い、ちょっと待って。ここから上が開いた。よしよしよし。はしご、あ、そこにあるのか。あ、もうジャンプできない。回復して、1、2、3、4、 OK、 よし。で、早く焼きましょう、お腹空いてるよ。こんな時のための、お、これ何。あ、マンタの、あれ、マンタの、あれ、いつの間にマンタの肉を手に入れている。これやっつけた覚えはないけどな。サメとかがやっつけたのかな。とりあえず1個焼けたら1個食べよう。どうだい、もう焼けたかい。よし、オッケー、これを食べる。あ、まだまだ足りないな。ポテトももうないでしょ。ってことはサメの肉。あー、こんな時のためのサメの肉ですよ。あ、ナイフ作らないとね。よいしょ。これもね、欲しいんですよね。まずナイフで、ドリルはここで、で、これがスピアのやつね。あ、アイアンスピアと、これアイアンスト、あー、強化したのがあるのか。で、ここにとりあえずこのこういうね、壁とか床とかガラスを置いて、で、ここに鉱石置きましょうかね。エネルギーボールも置いておきましょう。スフィアか。はい。藻まで置いちゃったけど、まあちょっと鉱石じゃないですけどね。はい。お、50だって。やったー。オッケー、オッケー。これでとりあえず安心。朝になったら出かけましょう。ここも全部ね、ガラスにしたいですね。でもちょっと、もうちょっと広さを広くしたいので、もうちょっとウォールを手に入れてからですね。まあでもこのポテトルームはね、ここの壁はこれ以上広くはしないと思うんで、ガラスにしましょうかね。いや、ワクワクしますね、これ。あ、ダメだ。よいしょ。まあいっか。そうだ、鉄を取ったらね、壁とか床とかもうちょっと作れるんでしょうけど。あれ、鉄もうないのか。そっか、え、鉄どっか置いちゃった。あ、そんなことはないですね。そっか、鉄掘らなきゃな。まだ夜だよね。夜は本当にね、苦しいですね。この周りをちょっと見回してみて、あそこでね、エネルギースフィアが取れますね。いいところですね。あ、もうちょっと窓をつけたいな。ここは、なんもない。こっちの方はなんもない。え、鉄の石とかが見当たらないな。ここもね、鉄ないでしょ。結構苦しい場所にありますね、ここ。ちょっと水の中に入って、この建物の中から、よいしょ、どうかな。あー、泡ですね、ただの。
いやー、もないですね。さっきすっごい水の音が聞こえたな。狙われてるな。こっちは？あ、ここポテトルームか。持ち帰ろうかな、そこに。よいしょ、よいしょ、よいしょ。これで床とか剥がしちゃったらね、ちょっとダメですね。うわっ！ええー！やっぱあんこを攻撃してくるんだ。ええー、怖っ！ひょっとしたら夜になったら攻撃してくるタイプかもしれませんね。あとここにね、ポテトルームのところに水があるんですね。ここも埋めないといけませんね。そしたらここの階も大丈夫になるかもしれませんね。よいしょ。うん。上がって。怖ーい！あんこ怖い。さっきまで安心っぽかったのにな。安全っぽかったのにな。あ、そうだ、ポテト置きましょう。はい。ポテトルーム、こことこことここと、うん、あとここね。よし、早く育たないかな。育たないとお腹がねー、すきますからね。ポテトは1回につき2個ぐらい取れるのかな。多分そうですよね。全くプラスマイナスなしじゃね、意味があんまりないんでね。お、ちょっとずつ明るくなってきたな。そろね、行く準備しても大丈夫でしょ。床が見つかるといいな。うわ、でもいるな、あんこ。怖いな。これをね、ファイヤースピアーズ。まだちょっと暗いな。ん、結構明るくなるんですよね、このゲーム。一発じゃやられないでしょ。ここに燃料を取るドリルを置いてるので、それを一旦回収して、はあ、あ、すごい。あ、なんかやばい、クラゲが追いかけてきてる。クラゲやっぱ敵なんだ。いやだな、クラゲ敵だな、あれは。あ、詰まるよ。詰まる。よし、そっか。やっぱもうちょっと明るくない、明るくないとダメなのかな。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ、よし、いいぞ。よし。退屈だよ、夜。ガラスにしちゃおう。とりあえずお腹空いてるな。そっか、ポテトが早くなってほしいな。うわー、あ、でもあのブリみたいなのが出てきたから、もう朝になってきたんじゃないかな。よいしょ、ほいほいほい。よし、うん、ここが見えるようになりました。うん、これくらいまでいいでしょ。よし、片付けて。大丈夫かな、大丈夫かな。というより、これ攻撃できません。あ、できた、できた。あれ、できなかった気がしたんですけどね、さっき。よし、今度こそあそこの燃料を取って、魚を取らないとダメなんですよね。まずお腹が空いてるんでね、ポテトはまだ時間がかかりそうなので、もうちょっとね、もうしばらくね、魚で生活しないといけませんね。ということで、これの試し撃ちです。でい、お、いいね。やりやすいね。やばいぞ。逃げるぞ。そっか。でも、できるだけナイフの方がいいですね。弾を使っちゃうんでね。おー、落ちた。とりあえず1個食べようかな。よいしょ、よし。うわ、あんこがいる。やだー、あんこ。よいしょ、あ、よいしょ。
操作が慣れてないのか仕方ないのか分かりませんね。よし、これで燃料は大丈夫でしょ。で、魚を1個焼いて 81% だって。これはやばい、これはピンチ。よいしょ、これを食べます。よし、ふぅ、どうしようかな。ポテトはまだまだ育ちませんよね。あ、育ってるけど、あ、1段階か。あと1段階ありますね。じゃあ魚取りましょう。よし、あ、この魚は、あ、なんかいる、なんかいる。絶対危ない、あれは危ない。足まで生えてますよ、この魚。これで寄ってきたら、危なくないのかな、ひょっとして。あの魚、いかにも危なそうな顔してますけど、どうでしょう。うん、とりあえず帰りましょうね。こまめにね、帰らないとね。まだまだ慣れてないんで。よし、ほっほっ、まずは操作に慣れたいですね。これね、全然うまくいかない。で、そこがはしごか。もうちょっとね、やりやすくしたいですね。あー、そっか、ここに一旦乗ってこうやればいいのか。あれ、ここに一旦乗って、え、乗ってこうやればいいのか。そっかそっか、難しいですね。よいしょ、あ、まず焼かないとダメですね。魚を焼いて、で、どうしましょう。朝になりましたが、何か探しに行きましょうかね。うん、探しに行きましょう。ちょっとお腹は空いてますが、次帰ってくる時には、あ、もうできてますか。もう不便だな、もうちょっと簡単にしたいな。なんとか、なんとかできないかな、これ。うん、これを食べて、いっといっと。あそこポテトができてるっぽいですね。あ、できてなかった、できてなかったね。できてませんでしたよ。じゃあ床を探しに行きましょうか。ちょっと変な感じですけどね、床を探しに行くっていうのも。いやー、もうやっぱ怖いよあれ。大丈夫かもしれないんだけど。で、ここに同様のね、これを置いて、あと鉄があれば最高なんだけど、この深さはないのかな。ないのかもしれません。これは、あ、燃料ですね。それは、あ、私が結構前に置いた、取っておきましょう。銅のやつですね、これね。あー、もうボロボロじゃないですか。あ、石ばっかり。そっか、石はそんなに使わないんだけどな。ありがとう、よく頑張ったね。じゃあこっちの方に行って、あれは開けた後ですね、あの宝箱は。それじゃあこっちの方は燃料でしょ。あとは、見たところあんまりなさそうですね。あの、早く泳げるやつが欲しいですね。あれがあったらね、敵からも早く逃げられると思うんですよね。こっちの方行って、あー、もう怖いよー、何かいそうで。お、コインだ。コインの使い道がいまいち分かってない。ボーナスコインか、実績とかそういうのかな。あー、行ってみるか。あんこがいる。あんこは嫌。ここ前までは平和だったのに、なんでいきなりあんな襲ってきたんだろう。おー、いいですね、この魚がね。いろんな種類の魚が共生してる感じ。とは言っても怖い。もうサメがいるってだけでも、このだけでね、この世界が怖い。いやー、深海って怖いですね。もっと深く行ってみる？まだ深く行けますよ、私。そこに謎のクラゲみたいなのが、何これ、このブヨブヨ、変なのがいる。あ、すごい光ってる、あれなんでしょう。大丈夫なやつかな。
もう深海レベルですね。深海魚ですよ、これ。深海魚って怖いですよね。うん、でも見るのは好きなんですよね。なんかモンスター的な何かを感じますよね。よいしょ、2、3、4、ちょっと上がりますかね。よいしょ。こういう広いところはね、操作しやすいんですよね。でも行き過ぎたらまた帰れなくなるぞ。気をつけろ。あ、あ、落ちちゃった。よいしょ、2、3、4。あれ、あ、そっか、あんまり回復してなかったのか。うん、1、2、3、4、5。あと3分か。大丈夫かな。あそこに何か落ちてるっぽいですね、パーツが。フリー行きたいな。でもお腹空いてるな。ちょっと帰った方がいいかな。こっちはないでしょ。ここが宝箱開けまくったところか。あそこ行ってみましょうかね。結構近いんで。うん、こっちの方に、あ、あれゴールドですね。取っておきましょう。1、2、3、4、5。あ、あ、ちゃんとちゃんと回復したか確認しないとダメですね。よし、ゴールドを取って帰ろう。1、2、3、4つか。うん、オッケー。ふう、冒険しました。あそこに宝箱がある。う、大丈夫かな。取っちゃって大丈夫かな。いやー、宝箱守ってるみたいなのがいるぞ。あ、これはただの銅か。ここに何か、あ、ある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 。よいしょ。なんじゃ、あー、人参か。あ、やばい。ちょっとね、ちょっとピンチなんで、ちょっと危険ですけど、生魚を食べますかね。こっちの方に家があるんですよね。夜だ、夜だぞ。逃げろ、急げ。あっちの方に家があるはず。OK。 よいしょ、よいしょ。森を使って攻撃しましょうかね。よし、いいぞ、よし、いいぞ。やっぱあの大きいやつ敵じゃん。よし、いいぞ。怖い、怖い。ちょっと、やめて。あ、帰らなきゃ、帰らなきゃ。どっか行った敵。いいよ。あ、早く帰らないと。息が続かない。よいしょ。あ、こっちじゃない。あ、こっちじゃない。とりあえずザパンってしたい。ザパンってしたい。よし。あー、危なかった。あ、でもお腹が空いてるよ。早く、早く。せっかく帰ったから、とりあえず調理して。ちょっとダメージ食らってるんじゃない？もう。あ、できてる、できてる。よし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 。よしよし。3個か。3個。オッケーオッケー。あ、あ、あ、いや、ちょっと。あ、ここまで。あ、水抜きできてる。ちょっと待って。どっから登るのじゃ。あ、そこか、あそこか。急げ急げ。お腹空いてるぞ。どんどんダメージ食らってるぞ。よいしょ。登って、これを、とりあえず食べましょう。で、ポテトを9個か。9個は焼かなくていいんだけどな。4個ぐらい。4個ぐらい焼いたらお腹いっぱいになりますね、とりあえず。うん。で、あ、あと1個でいいね。はい、これで食べて植えておきましょう。次帰ってくる時にはね、この3つが育ってると思うんで大丈夫です。1、2、3、4。あれ、どっかに人参植えたんですけども、あれ人参植えてないっけ。植えた気がするんですが、この普通のプラントじゃダメなのかな。わかりませんね、まだ。でも2階まで水抜きされたか。じゃあ1個フロア作って、鉄ないんだっけ。まだ片付けたわけじゃないか。もう完全にないんですね。
使い切っちゃったか。じゃあ次は家まで帰らないとダメかもしれませんね。次の元のね家。あ、これは作れるのか。作っておきましょう。これでね、急いで帰れるんでね。よいしょ。ここはいいでしょ。夜か、暇だな。何もできないもんな、この状況。もう2階まで行けるようになったのか。じゃあちょっと2階を探索しましょうか。よいしょ。ちょっと待って、これひょっとして水かさが増してってここまで来る？あれ？なんでさっきまで水なかったのに入り始めたんだろう。あれ、どっかの壁が穴開いたとかかな。やだよそれは。あ、こっちの方は水、あ、これはないからか、下の階が。まあ、謎ですけど。あ、ちょっとそこまで行く？そこまで行く？ちょっと待って、ちょっと待って、ここここ、降りてすぐなんか落ちちゃうのは嫌だな。埋めて穴をずらしていきましょうかね。ちょっと面倒にはなるかもしれませんけど、こんな風にね間違って落ちるよりはいいですよね。どこだどこだ、どっかから水が入ってるような気がするんだよな。確かね、どっかありましたよね、穴開いてるとこ。この階こっちか。うん、ここをなんとかしないといけませんね。そっか、オッケー、そういうことね。やっぱ床が必要ですね。まだよいしょ。じゃあ次は一旦お家まで帰って鉄も取って帰ってきましょうかね。今回もうね夜で暇なんでね、動画はとりあえず切ろうと思います。次回は朝になったところからやっていきます。それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。